こんにちは、リコです。今回はアフレコを入れてみました。耳障りだなと思う方は音声をオフにして字幕をオンにしてもご覧いただけるので、よかったら見てください。この日はとある休日の朝です。いつも朝こうやって娘に着替えさせて、で娘は変顔してます。だいたいいつもこうやってふざけてすぐには着替えてくれない。朝ごはんの続きをしています。ハムエッグを作ってますね。はい、でこれ以前も紹介したんですけど、ライスペーパーで作るクレープ、インスタグラマーのみちるさんっていうダイエッターの方がよく出してるレシピなんですけど、いろんなレシピあって、でめっちゃコンロ汚いですね。ちょっと焦げちゃったけど完成。いただきます。これからプリをブロッコリーも食べてね。娘ってなんかなぜかトウモロコシコーン食べれないのにコーンスープは好き でかぼちゃを食べるのにかぼちゃスープがあんま好きじゃないらしい。これからドッグランに行くんですけど、このトップスとアウターは旦那の勝手に借りました。お散歩行こうか。ロハン、あれに娘がゲームやりたいらしかったんですけど、私がダメって言ったらちょっと拗ねました。はい、で帰宅してロハンのご飯をあげます。お座りって言っても伏せしちゃうんですけど、伏せしながらお手やるからすごいやりづらそうですよね、これね。ドッグランから帰宅で、娘は朝目玉焼きを残して多分ご飯足りてないからっていうか、もうお昼ご飯の時間だ。食べます。どうぞ。で私は、うん、あ、ママ大丈夫、うん、ママいらないの、本当に大丈夫。早く大丈夫、一口、はい、あ、もう時間ないんで掃除機だけかけて軽く化粧して着替えて娘のスイミングスクール、スイミングスクール行ってきます。で帰宅したら最近買ったものを購入、最近買ったものの紹介をしたいと思います。最近買ったものを開封していきたいなと思います。はい、大変ですか？開ける。まずこれ1個目、ダーラン。これボストンテリアの絵なんですけど、アバヤはボストンテリアを1匹飼っておりまして、まあ、今一緒に暮らしてないからっていうのもあって、この、 あのボストンテリアの額なんていうのパネルか、アートパネルを買いました。これあげます。可愛くない？可愛いと思って、でこれをね額に入れて、これにちょっとね娘のペンを飾ってあったんですけど、これを取らせていただいて入れて、よし、出てるやつ完成。あ、かわいい、かわいいよ。あ、ずっと欲しかったやつで、もうやっと来たかっていう感じなんですけど、ルイ・ザビアル・ローマ、ちょっと読み方わかんないんだけど、あのバイマみたいなブランド品を輸入し、あの、まあ、とにかくバイマみたいなブランド品が結構あ、まあ、見てみると、初めてあの見てみたんですけど、もうずっと前から狙ってたあのアディダスのスニーカーがあるんですけど、それがもうどこにもやっぱり売ってないし在庫もないしで、でもこのサイトにはあったんです。ちょっとやっぱり定価よりは高くはなっちゃってました。あとは偽物じゃないかなっていうのがすごい不安だったんですけど、なんかこう評判、このさっきのサイトの評判を見たら、あの、まあ大丈夫みたいな、本物と信じて開封します。じゃじゃん、でかくない？ちょっと
これです。アディダスのスニーカーです。かわいい。こんな感じで、ちょっとね、ごつめのスニーカーですね。元モーニング娘。の高橋愛ちゃんが紹介してて、でも速攻欲しくなって探しまくったんですけど、もう最近高橋愛ちゃんのファッションがすごい好きで、参考にしたりとかしてるんですけど、とにかく高橋愛ちゃんの結構持ってる靴が私は結構好きです。それで真似して買いました。かわいい。ちょっと後で履いてみたいなと思います。はい、でこの日は特に予定もなく、夕飯も作るのめんどくさかったのでマックで済ませました。あれからスーパー寄って帰宅して購入品をざっと紹介します。しゃぶしゃぶ用のブリが半額で売ってたので思わず買っちゃいました。なので明日は確実にブリのしゃぶしゃぶをします。あとは餃子の具材とか春巻きも作ろうと思ってるので、春巻きの皮、こんな感じです。4000円ぐらいかな。で、鶏肉はすぐにこうやってラップに包んで冷凍しました。この日は秋葉原に来ました。日曜日です。エルピスっていう長澤まさみの主演のドラマを見ていて、ここが撮影地みたいなのでまさみと一緒の牛丼を食べに行きました。ごちそうさまでした。食べ終わってから人形町の方にちょっとブラブラして帰宅しました。あ、おいしい。うまっ。そしてこの日の夜は予定通りブリしゃぶをしました。スープはこちらで、野菜は人参、大根、水菜、長ネギ、レタスを用意しました。あとお魚もタイを追加で買ってきました。はい、この日は平日だったので夕飯の仕込みをしてから仕事に行きました。娘を保育園から迎えに行って帰宅しました。今日の夕飯はロールキャベツと大量に作っておいた餃子を焼きました。 IKEA の袋に入ってる方がパクチー餃子で、こちらの袋に入ってる方が普通味の餃子です。娘はだいたいいつも餃子を 2,3 個しか食べないので、普通の餃子は2個だけ焼きました。今回の動画はここまでとなります。ご意見がありましたらコメントよろしくお願いします。最後までありがとうございました。